引退、撤回します。衝撃、朝倉みくる、引退撤回の可能性、朝倉みくる VS 平本玲に関する衝撃の事実に、朝倉キッズたちの涙が止まらない。永度のエランカロコスケです。 今回、昨夜なんですけれども、大変なニュースが入ってきまして、今話題の青汁王子がホリエモンと対談している時に出た衝撃のネタなんですけれども、こちら、朝倉美久留の話でございましてね、先日、平本蓮に KO 負けしてから、自身の SNS でですね、正式に引退を 表明した今、日本で格闘技界一番のインフルエンサー、一番影響力がある男が引退したことによって、ライジン引いて格闘技界がどよめき立ちまして、まあ、衝撃が走ったんですけれども、もともと平本龍に負けたら引退すると公言しておりましたから、負けて引退ということで終わりかと思ったんですけれど、この引退がまさかケチがつくというか、朝倉みぐるが、 引退撤回する可能性も出てきたということでね。朝倉キッズたちはもう本当にね今感動してるところかもしれないんですけれども、どういうことかと言いますと、こちらですね。堀江門と青白王子の対談してる時にこ、こライブですね。堀江門の言葉ですね。ここに全てが集約されておるんですけれども。ま、堀江門ぐらいですから、もう嘘はね、ガセのネタとかそんなことは言いませんから、ある確かな情報筋を元に言ってる発言ですから、朝倉みぐると平本蓮。 さっきちょっと何かとんでもないネタがあることを溝に聞いてしまったんだよね。言えないけど、ということで。で、ここで一番注目してほしいんですけども、この要は溝、溝口さんから得た情報を見ているんですけども、ホリエモンの顔ですね。相当引きつってるんですよ。これはいいニュースではなくて、まあ、確実にネガティブなニュース。今までのものが本当ひっくり返るぐらいの度級のニュースですよね。まあ、ほ数々の修羅場を経ていたホリエモンですから、そんじょそこらの おニュースじゃあ、こんな顔はしません。本当に自分の想定を超えてきたものに対しての、この表情だと言わざるを得ないでしょうね。で、溝口さんも、巷またでコミにニんだ程度の話なので、何もなければいいけど。で、この何もなければいいけどということで、これが本当だとやばいということなんですよね。だから、いいニュースではないんですよね。 で、ここで皆さんが挙げたのが、要は、コラボするのかとか、そういうことなんですけど、コラボの場合、えー、何もなければいいけどっていうふうに、そうしたら文脈がおかしくなりますよね。で、ましてや、堀山が朝倉みくると平本蓮はコラボするってって、こんな表情になるわけないですから。てかもう、元々コラボするみたいな話もしてましたから、こちらインスタライブでね、朝倉みくるとだろ、七輪でもやって、鈴木千尋の悪口大会でもやろうかな、ということで、まあコラボを匂わせてましたから、まあコラボだったら想定内ってことは、もう一つの線があって、やっぱり平本蓮に関して、 指定のことなんですよね。平本蓮に関してもしかして要はそういう使っちゃいけない。薬を使ったんじゃないか？みたいな噂の可能性がやっぱ1番強いんですよね。まあ、こちらコメント欄見るとやっぱり平本蓮が。 は使ってはいけないものを使ってしまって、要は検査に引っかかってしまったから、あの試合は無効試合だという、ネタの可能性もか、なりね、大きくなってきてると思うんですけれども。で、こちら復活の日本さんですね。復活の日本さんは、萩原京平が逮捕されたっていうことをいち早く確かな情報筋から掴んで、一番最初にね、SNS で報じた人なんですけれども。まあ、こちら試合終了後から、平本蓮の、 まあ、後背筋とか背中を移したところで、本当に頼もしい背中になったようなに関して、それは当たり前だろうと。この注射器のマークと、この薬のマークですよね。で、まあ、6月25日に、平本蓮がインスタライブで、まあ、大の忍が、 あ、ま、言ったことに対してドーピング疑惑を完全否定したい動画を引用して、平本くんがドーピングやってたら皆さんどうするのってこのマークですよね。で、こちら、平本蓮が朝倉未来に勝った後に、連日の祝勝会で挨拶回り、いろんなスポンサーやファンの方たちから、朝倉未来にかっこよかった興奮した二人に感動したとたくさん言ってもらえる。その都度俺は次は鈴木千尋ぶっ倒しますと宣言するとみんなから、は、誰って顔される。悔しい。これから俺が格闘技界盛り上げると。まあ、鈴木千尋の知名度ないことを嘆いた、投稿なんですけれども、これに対して、かつにオンさ盛り上げ。 言えるじゃなくて追放の間違いじゃないのかなということで、このアイコンね。でこちらが本日ですね。こちらのホリエモンが朝倉未来と平本蓮について何かすごいネタがあるって言った後にあげたもの。ここに。 本気でドキドキしてきた、あの頃の俺に戻りたいと言ったことに対して、本気でドキドキさせてあげるよ、ということで、復活の日本んはもしかしたら、要は平本蓮が、そういうことをやった何かを知ってるのかもしれない。えー、まあちょっと勘違いしてほしくないんですけれど、僕が平本蓮がそういう薬を使ったっていうことを僕が断言しているわけではなくてですね、まあネット上の噂と、あといろんな方が言っているものを総合的に判断すると、やっぱりそうなってくるのかなと。そうすると、朝倉みくるは、 えー、平本麗に負けたら引退するって言ってたんですけれども、この試合がもし仮にね、平本が何かドービングで検査引っかかってしまった場合、この試合は、まあもちろん当たり前ですけれども、無効試合になりますから。無効試合になったってことは、あの KO 負けっていうのは負けたことじゃないですよね。試合として成立してないですから、平本麗に負けたことにはならない。よって朝倉美来も引退する必要がなくなったってことですよね。 そうすると、朝倉未来が引退を撤回して、また、ライジンに復活して、ケラモフやクレベルのリベンジとかね、え平本対朝倉2とかの可能性もやっぱ出てくるっていうことになりますよね。そうすると、ライジン、えー、ひいて格闘技業界、また盛り上がりを見せるということでね。 朝倉キッズたちは、これが本音この3日後に出るって言ってましたけれども、この3日後の情報を非常に待ち望んでんじゃないかなということで、ちょっと具体的に3日って言ったのが非常に気になるのが、もしかしたら3日後ですね。3日後にライジンの公式で何か記者会見とかやる可能性も出てくると。そこまで溝口さんは情報を掴んでてもおかしくないですよね。えー、18日の3日後ですから、123、21日ですね。そうすると8月21日ぐらいになってくると、 まあ9月末のね、ライジンのえーカード、対戦カードのね、発表もそろそろしないといけないので、ちょうどいい頃合いなのかなっていう風に感じますね。ライジンの、9月のライジンの追加対戦カードプラス、最初にバラスちゃんが神妙な面持ちで、 皆様にお伝えしないといけないことがあります。とか言ってきたらもうこれはね、えー、もう本当にこの地球上がひっくり返るぐらいのすごいことになるかなということですけれども。まあ僕はね、本当にそうじゃないことを願いたいです。あの、平本蓮が浅倉未来を形容勝ちしたことによって、いわゆる一つの桜倉ク来時代は一つの区切りをつけて、えー、新たなね、平本蓮の時代が始まったって僕は信じたい。ただ、この堀江門のね、顔の引きつりを見ますと、青汁王子もね、 もうかなり引きつってます。えー、で、あとね、復活の日本さんもね、こういう風にね、何回もツイートしてますから、やっぱ火のないところには煙が立たないと言いますし、やっぱね、何かあるんじゃないかなと思わざるを得ないですね。まあ、とりあえず3日後にね、えー、まあ、真実は白日のもとにさらされますので、えー、朝倉高平本2連に関する衝撃の事実、えー、何なのか。 えー、まあちょっと僕はそれ以外考えられないかな。朝倉みぐると平本蓮の、えー、ホリ堀江門の顔をここまでにする超度級のネタ。それ以外逆に何がありますかっていう話。コラボではこんなものにならないということでございますね。ということでね、今回は引退撤回します。朝倉みぐる、引退撤回の可能性。朝倉みぐる VS 平本蓮に関する衝撃の事実に朝倉キッズたちの涙が止まらないというね、動画をやりました。 今ね、こちら、青汁王子と堀江門の対談なんですけれども、なんでこれ対談しているのかというと、青汁王子がですね、まあ、先週月曜の株の大暴落で、資産をね、かなり、資産をね、ほぼ全て溶かしてしまったということでね、そちらの、なんでそういう風になってしまったのかと、青汁動画関連もね、時事ニュースのス介 TV の方でね、解説しておりますので、そちらもね、興味ある方はご覧いただければと思います。 え、こういう形でね、格闘技の真のニュース、MM なんか孝介出しておりますので、えー、チャンネル登録いただけますと非常に嬉しいです。では最後までご視聴いただき、ありがとうございました。